さあ今回は新作ローグライトアクションゲーム、キャノンファイヤー遊んでいこうと思うんですけど、さあこのゲームね、まあローグライトアクション系、まあ、バンサバライク的な感じなんですけど、大海原に出ていくと、まあ話さんでいいでしょう。いきなり行っちゃいましょう。キャノン、カトラス。な一つだけなのか。まあでもキャノンでしょ。よし、さあ行きましょう。敵はスケルトンかな？下にしか撃てないのこれ。あ、上にも撃ったね。上下か。ここだ。さあ、戦艦、まあ、みんなね、なんか、こう、このところを握っていると。船が小さいのか、こいつらがでかいのか。あー、ちょっと難しいな。出るタイミングわかんないんだけど、おっと、あんま危ない。あれは何なんだ？お金なのか。お、エール。お酒ね。さあ、エンターで強化。こっちの方がいいんじゃないかな。これ、乗ってる人を撃つやつだよね。ピック。ほら。前に出るのか。そしてデカ玉。ほら、よし。で、わあ、結構食らうな。あれ爆弾か、危な。爆弾乗せてるぞ、あいつ。誰の石だ。よし。爆弾乗せがまず、やばいと。次次次スパイク。これも武器か。爆弾かな。こうバレルを投げるよと。あ、後ろか。後ろ暗い。ああ、いいね。爆発する。なるほど、これは新しい試みだね。回線系のローグライトアクションゲームと。敵が多すぎる気がするけど、いかにこの船を強くしていくのか。まあ、各武器でね、まあ、上下後ろあと前とか対応する場所があるから、まあ、全て積んでいかないといけないのかな。何個までいけるんだろう。爆弾うまく当てんのか、こう前のやつをうまく当てるのか。で、前向いてたら爆弾後ろに行っちゃうわけですよね。あっちに敵いないわけですよ。逃げなのか。で、逆にこの後ろを強化するんであれば、この前のあまりいらないか。そんな敵めっちゃ前から来ないから、活路を開くっていう面で使うわけでもなさそうだもんね。で、経験値以外のアイテムの意味が分かんないな。お酒とかお金とかね。うん、いや、これはちょっとあれも上げ、いや、数が増えんのか。これでしょ？前から打つやつよね。これクリティカルヒットの確率。ちょ、シャッフルしよう。あ、キャノン。これこれこれ。これでしょ？キャノン2。あ、2つ出る2つ。上下から出るわ。さっきは片方だけだったけど。何気にね、この後ろ爆弾の方がいいんじゃないかな、上げるのもね。一番攻撃力高いと思うんだよね。あ、では回復してるな、自分で。まあ、行ってみるか、新しいの。ニューフェイス。カトラス。いたいたいた。あ、こいつが、白兵戦もしようとしてる、一人で。操縦攻撃白兵戦、一人で。やばいやばい、結構来るね。なんだ、今。何か上についてますね。いいね、大暴れじゃん。追われてる感がいいね。パスよ。ダッシュとかないんだね。
爆弾のダメージ足りてないな。いや、シャッフル。剣あげようかな、じゃあ。あ、でもダメージ 100% 増える。あ、こっちも 100% 増える。こっちにしよう。上下あんま当たらんのよ。追われてる場合、回り込まないといけないしね。いや、爆弾のダメージ上げたいな。範囲とか。まあでも、近接いけるんで。無理だな。そんな近づけないね。まずいまずいまずい。まあ、こういう斜め方向に打ちたいな。爆弾もね、この逃げ方だとあんま使えないっすね。若干左に逃げてるから。お、なんだ、アトランティスか。何かがあるぞ。やべえ、多いな。下も埋め尽くされてるぞ、完全に。どうしよう。ここ下向けないんだもんね。下向ければこれを下に向かって打ちたいんだけど、打つならこうだな。いや、無理無理。やべ、ダメージ足んない。ダメージ、まず爆弾がいっぱいいるぞ。いて、追い詰められた。これなんか使えそうだよね、ですね。スペースとか収束とか押してみてるけど、使う感じはしないですね。やばい、終わる。あ、いや左になったんだけど。あ、違う、嘘、死んだ今。左上しか見てなかったな。なんかあんの気に、さあ、お金の使い道が分かんないですけど、ちょっとスパイクとか試してみようかな。さっき使ってないニューフェイスね。あ、後ろから。あ、めっちゃよくないこれ。一定期間こうやってね、ちょっとダメージ低そうだけど、やってくれると数とか増えたら面白いけどな。ここ逃げると、痛い痛い痛い。どれで倒すか、痛い。難しいな。あー、当たんないか。やべ、爆発する。いや、全然知らないけど。地味か。やっぱ大砲かな、上げていくのは。あ、やっと来た。なんかない、もう。リロードスピード、いっぱい出したとてよね。あ、あんじゃんこれ。炎攻撃でしょ。もう終わりそうだけど。あ、斜めか、いいね。あー、まあ貫通していくのか。あっちに行ってほしい、あっちに。ランダムすぎる。あ、いったいったいった。あ、あれ強い、あれ強い。来た来た来た、これめっちゃ破壊してる。来たね。1レベルであれでしょ、明らかに違うじゃん、威力。最後見つけましたね。お金とかはね、やれてもいいんですけど、集めて、まあ、26集まった。でさっきと合わせて103集まってて、まあ、ショップみたいなものないから使い道がここにはなさそうだね。